ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は、近頃地震が多いようには感じないか？まあ、確かに各地で地震が起こっているようには思うわね。実は、地震が起こる法則があるという話があるんだぜ。そんな法則があるなんて知らなかったわね。実は、ある研究所が緊急警告を出しているらしいぜ。それって、その法則が発動した感じなのかしら？マグニチュード9クラスの、大地震が発生する法則がヤバすぎるぜ。気になるから、ぜひ話を聞きたいわね。それじゃ今回は、この大地震が起こる法則に関して話してみようと思うぜ。よろしく頼むわ。まず解説する法則は、トカラの法則だな。どんな法則なのかしら？具体的に言うと、トカラの法則では、トカラ列島で度重なる地震が発生すると、日本列島を、巨大地震が襲うと考えられている法則だぜ。なるほど、そういった法則なのね。それで、最近のトカラ列島における地震状況は、どんな感じになっているのかしら？やばいことに、多数の地震が発生している状況だと言われているんだぜ。それなら、もしかして大地震が起こるかもしれないわね。近いうちに、巨大地震が日本を襲うかもしれないぜ。怖すぎるわね。ちなみに、これまでにトカラの法則だと考えられている事例を聞きたいわね。それじゃいくつか紹介してみるぜ。2000年9月28日から10月6日までに、トカラ列島近海で37回の地震が起こっていた。そしてその後、10月6日には、最大震度6強の鳥取県西部地震が発生したんだぜ。なるほど、確かにトカラでの地震の後に起こっているのね。それだけじゃないぜ、2011年1月13日から同年3月7日までに、27回もの地震がトカラで起きていた。そして、その後に東日本大震災が起こったんだ。他の地震でも同じようなことが起こっているのかしら？例えば熊本地震とかはどうなの？熊本地震の前にも、2016年4月1日から同年同月8日にかけて、9回の地震が起こっていたんだぜ。他にも、調べれば多くの事例が見つかると思うぜ。トカラでの地震の動向には注意しておいた方がいいわね。そうした方が良いと思うぜ。他にも、大地震が起こる法則みたいなものはあるのかしら？もちろん色々あるんだぜ。それじゃ次は、バヌアツの法則について話してみよう。簡単に言うと、バヌアツで地震が発生すると、日本で大きな地震が発生すると考えられている法則だな。さっきの法則と似たようなものね。具体的に言うと、2011年3月11日に発生した東日本大震災、東北地方太平洋沖地震の、数週間前の2月22日には、ニュージーランドでマグニチュード 6.3 の地震、カンタベリー地震が発生しているんだ。なるほど。そしてこの地震によって、日本人28人を含む185人が犠牲となっているんだぜ。また直近では、令和3年2月10日に発生した、ニュージーランドの北部、ロイヤリティ諸島南東方で、マグニチュード 7.7 の地震が発生、現地では最大で54センチメートルの津波を観測し、その3日後には、福島県沖でマグニチュード 7.3 の地震が発生し、宮城県内の最大震度6強の揺れを観測しているんだ。そうだったのね、バヌアツの法則、すごい法則みたいだわ。まあそうだけど、このバヌアツの法則は、専門家が言っている内容ではなくてな、あくまでも SNS 上で話題になっていることなんだぜ。それってもしかして、勝手に作られた法則ってことになるの？まあ、その可能性は否定できないぜ。それでも、何かしらの関係がないとも言えないもんね。可能性としては否定できないから、用心しておく必要はあると思うんだぜ。それに、ニュージーランドで大きな地震が発生すると、日本に大きな地震が発生する可能性が、高いことは間違いないと私は思うけどな。じゃあ今後は、日本とニュージーランドの地震の内容を、頭に入れておいた方が良いってことなのね。その方が良いだろうな。他にも、地震の前に起こることってないのかしら？いわゆる、地震の前兆という話なら数多くあるんだぜ。それじゃ次はそういった話をしてみよう。大きな地震が起こる前に、比較的小さな地震が起こることがあるんだ。これを前震と呼ぶんだ。大きな地震の、数日から数ヶ月前に起こったものを短期前震と呼び、数ヶ月から数年前に起こったものを、長期前震と呼んで区別していると言われている。これまでも、前震が起こった後に大地震が起こった事例があるのかしら？当然あるぜ。例えば1872年に起きた浜田地震では、本震の発生5日前から地震が起きていたんだぜ。また、地震発生数時間前にも、小さな地震が何度か起きていたりもしている。そしてその後に、本震がやってきたと言われているんだ。地震が頻繁にあるというのは、大地震の前兆かもしれないってことなのね。他にも、1930年の北伊豆地震においても、数ヶ月前から3000回以上の地震が起こっていたぜ。そして、その後に本震がやってきたんだ。
少し気になるのは、本震の前には、地震の数が減ったと言われていることだぜ。まるで嵐の前の静けさってことなのね。ただ、前震から大地震を予測するのは不可能だと言われているぜ。確かに、前震があって本震があるのは確かだと思うけど、どれが前震なのかを定義することができないぜ。なるほど、日本自体が毎日のように地震が起こる国だから、前震を明確に決めようがないのね。だから、できることとしては、地震が多いと思ったら備えをしっかりしておく方が良いと思うぜ。地震が最近多いから気をつけようってことね。残念だけど、地震の前兆というのは確かだけど、その前兆を明確に決定するのは難しいんだ。もっと研究が進んだりすると、前震に関することもよりわかるようになるかもしれないわね。もし、前震を見分けられるようになったら、防災に大いに役立つことは間違いないぜ。より正確で確実な、緊急地震速報が作れる可能性もあると思うからな。他にはどんな前兆があるのかしら？それじゃ次は、地鳴りと呼ばれる現象について紹介するぜ。先ほど紹介した地震の発生前に、この地鳴りが発生していた可能性があるんだ。地鳴りを耳にした人がいたわけね。そういうことなんだけど、この地鳴りも地震の前兆だと考えられている。ところで、当たり前のように地鳴りって言ってるけど、詳しくはどういうものなのかしら？主に地震などにより発生する地盤の振動が、音響、音波として空気中を伝わる現象のことだ。土地の振動のうち、短周期の振動が空気中に伝わって音が聞こえる現象であり、ゴーとか、ドーンといった音だと言われている。割と低い音みたいに思うわね。多くの場合、震央の方から聞こえてくると言われている。また、人によっては地鳴りを耳にするだけではなく、耳鳴りがする人もいると言われているんだぜ。耳鳴りはたまに私もなるわね。キーンって感じのやつでしょ。地震により発生した超低周波音を、耳が捉えて耳鳴りがしているのではないかという話もあるんだ。人の耳は、地震の前兆を捉えることができている可能性があるってことなのね。耳鳴り自体が、近くに幽霊がいるとなるとか言われていたりすることもあるんだが、やはり強調として、これまで考えられてきたことの表れかもしれないと私は思うぜ。確かに聞いたことがあるわね。耳鳴りがすると近くに幽霊がいるというやつ。話を地鳴りの方に戻すけど、これまで先ほど紹介した浜田地震以外にも、地震発生前に地鳴りが聞こえたという事例は数多くあると言われているんだ。1965年に発生した松代群発地震の際も、地鳴りがよく聞こえたと言われているぜ。また、東日本大震災の発生前にも、海の方から地鳴りのような音が聞こえたという証言もある。地鳴りは、地震の前兆としては確かなものなのかもしれないわね。まあ、明確な科学的根拠があるわけじゃないからな。地鳴りが聞こえたから、絶対に大地震が起こるというわけでもないから注意してほしいぜ。それでも、地鳴りが聞こえたら警戒した方がいいわね。地震の前兆に関しては、そういった扱いをするくらいで良いと思うぜ。あんまり前兆に振り回されていてもしょうがないからな。他にはどんな前兆があるのかしら？次は、通信機器に現れる異常に関して話してみよう。地震発生前には、通信機器に異常が見られることがあるぜ。例えば、テレビやラジオにノイズが入ったり、携帯電話が繋がりにくかったりすることがある。電波を用いる機器に影響が出るってことかしらね。阪神淡路大震災の前には、テレビにノイズが入ったりしていたという話が残されているんだぜ。なるほど、そういったことから地震の前兆だと考えられているわけね。また電波を用いる機器には、レーダーや無線機といったものもあるんだぜ。なんとなくだけど、海上の船が使っていそうな感じだわ。その通りだぜ霊夢、レーダーも無線機も、船で使われている装備になるんだ。そして地震の発生前には、レーダーに異常な挙動が映ってしまったり、無線機に影響が出たりするそうだ。レーダーというのは、電波を飛ばして、その反射を受信することで対象を捉える仕組みなんだけど、異常な挙動が生まれるということは、空気中に何かしらの影響が出ているということなんだぜ。一体何が起こっているのかしら？地表から、異常な電波が放射されていると考える人もいるみたいだぜ。ちなみに、阪神淡路大震災の発生前には、兵庫県立西播磨天文台では、震災発生前の40分から20分前と、発生後45分間、地表からと思われる異常な電波放射を観測することに成功したそうだぜ。この電波放射のせいで、テレビや携帯電話に異常が出たのかもしれないってことなのね。また、遠く離れた中国でも、レーダーが地震の前に上乱を受けたことが報告されていると言われている。上乱を受けるという書き方からすると、軍用のレーダーということなのかしら。おそらくそうだと思うぜ。中国側は、地震ではなくレーダーに対する妨害と考えていたみたいなんだぜ。やっぱり地震と電波、つまり電磁波の関連性は高そうに思うわね。地震と電磁波に関する話は意外と古いと言われている。
戦時中の1945年に発生した三河地震では、余震の前にラジオに雑音が入ったという証言が残されている。この雑音を耳にしたら、余震を避けるために備えたりしたと言われているんだ。おそらくこの頃のラジオは、鉱石ラジオや真空管ラジオだと考えられるから。現代のラジオよりも受信感度は低いはずだけど、それでも電波の異常に気づけるわけだから。現代の受信機をもってすれば、地震の前兆にいち早く気づけるかもしれないぜ。今から80年近く前にも、すでに事例があるなんて驚きだわ。ちなみに、地震発生前における、電波の乱れに関する研究も進んでいるみたいだぜ。地震発生時には、電離層に大きな影響が出ることはすでにわかっているそうだぜ。大気の層の話ね、電離層は確か電波を反射する層だったわね。その電離層の異常を観測して、地震発生を予測しようという試みがいくつかの大学で研究されているそうだぜ。電波の伝達速度は、高速と同じだと思うから異常にいち早く気づける可能性があるわね。こうした地震の予測が確立されると、電波の異常はもはや、地震の前兆とは呼べないな。れっきとした地震の予測と呼ぶ方が正しいかもな。もしこれが実現したら、多くの人が助かるわね。大地震の生還率は、間違いなく高まるのは間違いないぜ。ぜひとも実現してほしいわね。それじゃ次は、動物に関する前兆を紹介するぜ。地震に関してだけでなく、何かしらの災害が起こる際は、動物が異常な行動をすることが多いぜ。人間よりも危険に敏感なのかもしれないのね。犬や猫のような身近な動物から、地震とよく結びつけられるナマズまで、様々な動物が災害を予測できているのではないかと言われている。やっぱり人間にはない、特殊な感覚があるのかしらね。中国で起こった地震の記録では、特にこの動物の異常行動を見ることができるぜ。地震前に動物が起こす異常行動の特徴に関しては、こう述べられている。苛立つ、怖がって落ち着かない、動きが普通ではない、餌を食べない、いつもの小屋に入らない、条件反射がしばらく消失する、萎縮して動かなくなるなどが報告されている。やっぱり、地震の前は普段とは違う行動をするってことなのね。さらに、地震発生のどのくらい前から異常な行動を始めるのか、といった報告もあるんだぜ。例えば犬に関しては、最短で地震発生前30分から最長で2日前には異常行動を始めるそうだ。また魚類に関しては、最長で10日前から異常行動を起こすと報告されている。やっぱり、魚類は水を媒介として地震を感じ取れるのかもしれないわね。ちなみに、中国らしい話ではあるけど、パンダは、地震発生の数時間前から異常な行動が見受けられたそうだぜ。地震の前兆を知りたければ、魚を飼わないとダメみたいね。犬でもいいと思うけどな。地震の前に、動物が異常な行動をするというのは、中国に限らず日本でも報告例が多いぜ。関東大震災の時には、ネズミが大量に移動したという話もあるし、他の地域では、鶏が夜に鳴いたとか蛇が木に登ったとか言い伝えがあったりもする。やっぱり動物たちは、私たちにはない地震を感じ取れる感覚が存在しているのかもしれないわね。この分野の研究も進めば、地震の予測に大いに役に立ちそうね。先ほど紹介した中国の話は、研究の報告書を読んでから紹介したぜ。中国では、地震の予測に動物を活用する研究が進んでいるみたいだぜ。いろいろな研究があるのね。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。